電気双極子というのは極めて接近している政府の電化の対です。まあ、これがその図ですけども、ここに不電化マイナス急空論があって、ここに正の電化プラス急空論がありますね。まあ、こういうものがあ電気双極子です。電気双極子モーメントというのは、この電気双極子の不電化を視点として、 えー、正の電荷を終点とするこのベクトル D を使うと電気即極子モーメント、まあ、記号は P なんですけどもは QD と表すことができます D はベクトルなので、えー、電気即極子モーメントもベクトルです、えー、では一様な電波が電気即極子に作用する電気力を考えてみますけども まあ電気双局子は極めて接近しているので、まあ、電波は一応でなくても、お電気双局子の周辺はまあ一応と考えることができます。で、えー、例えばこのように上向きの電波の中に電気双局子があると、正の電荷は電波の方向に電気力 QE を受けますね。 えー、負の電荷は電波と逆方向に、えー、マイナス9位の電気力を受けます。ですので全体としては大きさは0にですけども、えー、作用線が異なりますので、えー、この穴埋めは、まあ、偶,偶力です。 でですので、まあ、電気双極子モーメントをこう電波の方向にぐるっとこう回転させようとするようなあ力が作用します。その、えー、電気双極子モーメントの大きさを計算してみますと、えーまあ、この不電化を視点として、まあ、この不電化の周りの電気双極子モーメントを計算してみます。 この不電化に作用する電気力は、まあ、この視点を通るので0で考えなくていいですね。ですので、この正の電荷に作用する電気力の不電化の周りの力のモーメントを計算してみます。力のモーメント n は fl でしたね。えー、力の大きさは qe で、 えー、作用線の距離。この力の作用線とこの不電化の距離は、えー、ここの角度を θ とすると d sinθ ですね。f、l ですけど、l が d sinθ です。で、まあ、普通時計回りは半マイナスとしますので、えー、マイナス fd sinθ と。 f は qe ですね。ですので、マイナス q e d sinθ となります。えー、ここ少し順番変えると、マイナス q d e sinθ ですけども、この qd っていうのは先ほどやった電気相極子モーメントなので、ここを電気相極子モーメント P に置き換えると、マイナス p e sinθ となります。 えー、まあ一つ練習問題やってみますけども、まあ、今不電化の周りの力のモーメントを計算しましたけども、えー、正の周りのこの正の電下の周りの電気、えー、力のモーメントを計算してみましょう、えー、ここで一時停止して考えたい人は考えてみてください まあ、ほとんど同じなんですけども、今度は正の電荷の周りの力のモーメントなので、えー、正の電荷に働いているこの電気力の力のモーメントはゼロになります。ですので、不電荷に働く電気力の力のモーメントを計算すればいいんですけども、N イコール FL ですね。で、L はやっぱり、えー えー、この不電化に作用する電気力の作用線とおこの静電荷の距離は d sinθ ーーです。で、えー、やっぱり時計回りなので負ですね。ですので、えー、マイナス fd sinθ ーーとなります。f は qe で、えーや 順番をちょっと変えて QD を電気双極子モーメント P で表すとマイナス PE sinθ となります。では次に一応な電波中における電気双極子の位置エネルギー U を考えてみます。えーまあ、最初にどうなるかっていうのを言ってしまいますけどもお まあ、例えばあ上向きのこのような一様な電波があってそこに電気相極子があった時最も安定な状態っていうのは、えー、正の電荷があ、まあ、負の、まあ、このように並んでる時ですね正の電荷には上向きの力が働き負の電荷には下向きの力が働きますので、まあ、この状態が一番安定です、まあ、ですから一番エネルギーの低い状態ですね 逆に、えー、正の電荷がああ、まあ、電波の上流側にあって負の電荷が、まあ、電波の下流側にあると、まあ、この電気双極子はぐるいっと、まあ、この状態になるような偶力が作用しますね。ですのでこの回転するときに仕事をすることができるので まあこの状態があ最もエネルギーの高い状態、まあ、最も不安定と言ってもいいんですけども、おそういう状態です。えー、一般的にはあ、この電波とこの不電化から静電化に向かう D というベクトルのナス角を θ とすると、1エネルギー U というのは、マイナス P ドット E と表すことができます。 マイナス PE コ cos θ と言ってもいいんですけども、えー、ですが,こがです、ねえー、この状態っていうのは θ が0ですね。だから、マイナス PE と。この状態っていうのは θ が2分の π ですから、えー、マイナス1ですよね。ですから、まあ、PE というわけです。ですので、この状態もこの状態も、まあえー、一般的にはこの この式で表せますので、えーまあ、これで全て表されているということです。えーまあ、位置エネルギーというのはあ、一般的には u イコール qv ですね。まあ、ですけども、電気双極子の場合には、 あ正の電荷と負の電荷同じ大きさのものがあるので、まあ、基本的にこの電気双極子の位置には無関係です位置っていうかまあ電位ですね何が関係しているかっていうと、まあ、位置エネルギーに関係しているのはこの向きだけです電場に対してどんな向きにあるかっていうのが電気双極子の位置エネルギーになりますでえー まあ先ほど位置エネルギーはこのようになるって言いましたけどもじゃあ基準点はどこにとってあるのかっていうことですけども基準点はあこの正の電荷と負の電荷が同じ電位にある時、まあ、ですので、まあ、横向いてる時ですよね θ、えー、の値でいうと90度2分の π の時、まあ、この状態を位置エネルギーゼロ、まあ、基準点にとってあります。 えーっと。ではあ、まあ、このようになるって言いましたけども、それがなぜこうなるかっていうのをちょっと考えていきましょう。その前に、えー、うん、一エネルギー U と力のモーメント。先ほど、一番最初に力のモーメントの話をしましたね。で先ほど一エネルギー U の話をしましたけども、 この関係がどうなっているかということですけども、えー、一般的な回転でなく直線運動においては保存力 F っていうのはその位置エネルギー U を使ってマイ、え、ナ、ー、ス DUDX と書きました。これは保存力ならどんなものでもこうなんですけども、えー これから位置エネルギー U と力のモーメント N の関係を類似することができます、えー。この直線運動と回転運動の対応関係は把握していくとなかなか便利なんですけども、まあ、質量 M に対応するものは完成モーメント I、1 X に対応するものは角位置 θ、力 F に対応するものは力のモーメント N。 速度 V に対応するものは角速度オメガ。加速度 A に対応するものは角加速度アルファ。運動量 P に対応するものは角運動量 L。P は MV ですから、M に対応するものは完成モーメント i で、V に対応するものは角速度オメガですから、まあ、角速度は i オメガとなるわけですね。 この対応関係を知っていると、例えばいろんなものが計算できるんですけども、例えば H エネルギーっていうのは、あ1 2分の 1MV 事情ですよね、直線運動においては。回転運動における運動エネルギーは、まあ、2分の1 i ガ事情って覚えてる人も多いと思うんですけども、まあ、対応関係を知っていれば、M に対応するものが完成モーメント i であり、 V に対応するものが角速度オメガですから、まあ、例えばこの公式忘れてしまっていても太陽関係を知っていればあー回転における運動エネルギーが2分の 1i オメガ2乗になるというのはあ分かります例えば全然知らないものも対応関係を使って、えー、<laughs> 分かるんですけども例えば 仕事が fx、えー、力 f× その力が作用している物体の移動距離ですね、x、fx、まあ、fs と言ったりもしますけども、だってのを知ってる人は多いと思います。でも回転における仕事 を知ってる人っていうのはそんなにいないと思うんですけども、まあ、これもあの対応関係を考えると分かるんですが F に対応するものは力のモーメント N であり、e、X に対応するものは θ ですねですから FX なら Nθ となるわけです例えばある物体に10ニュートンの力が採用していてその物体を10メートル動かしたとすると 10 10で100ジュールの仕事をしたことになりますね、えー、例えばそれに対応する回転の話は力のモーメントが10ニュートンメートルの力のモーメントが作用していてその物体が10ラディアン回転したとするとこの力のモーメントはどれだけの仕事をしたかというと 10×10 10で100ジュールとなります。 で、えー、最初の話に戻りますけども、何やってたかっていうと、えー、電気相極子の位置エネルギー U と力のモーメントの関係です。で、F イコールマイナス DUDX ですから、対応するものを見てみるとお、力 F に対応するものは力のモーメント N であり、えーまあ、位置エネルギーは位置エネルギーですね。で、位置 X に対応するものは あー各位置 θ ですからあ、力のモーメント n はマイナス du dθ と表すことができます。では、えー、練習問題をちょっとやってみましょう。えー、先ほど、えー、最初に位置エネルギー、円基速極数の位置エネルギーはマイナス pe cosθ であると。 言いましたけども、えこれを力のモーメント、マイナス Pe s i n シータ e これを使ってこれを求めるってわけですね。えー、マイナス Pe sine t h とっていうのもやりましたね、最初に、えー。これです。力のモーメント計算しましたね、マイナス Pe sine t h e 問題は、えー この位置エネルギーを使って、えー、この力のモーメントを出してみましょうっていう問題です。これちょっとやってみてください。あ興味のある人は一時停止してやってみてください。えー、まあちょっとやってみますと、u はマイナス pe で cosθ で、マイナス pe は定数ですからあ前に出ますね。 マイナスとマイナスが効いてしまって、d、cosθ を θ で微分すると、マイナス sinθ ですね。そうすると、マイナス pe s i n θ と。まあ、このように、えー、力のモーメント、じゃなかった、えー。位置エネルギーを使って力のモーメントを出すことができます。逆に、えー、今度は、まあ、ある意味ですから、えー <laughs> これが位置エネルギーだっていうことを間接的に確かめたことになります。これは計算しましたね。これはこうなりますよって言いましたけども、確かにこれを微分するとこれになるっていうことを今計算したわけです。では、もっとダイレクトに、えー、力のモーメントがマイナス P sine t h ってなるのは計算しましたけども、これから、あーえー、っと、電気即極子の位置エネルギーを出してみましょう。 1位置エネルギーはこうなりますって言いましたけども計算した力のモーメントから求めてみましょうっていうことです。で、えー、位置エネルギーっていうのは何,の何だったかっていうと基準点にに戻るるまでで保存力がすす仕事ですこの力のモーメントも保存力ですけども、えー、ですので、えー、一般的にはこういうふうに書けましたね。 えー、一般的に保存力 F、まあえー、保存力であるということを強調するために添え字4っていうのがついてますけども、保存力 F が基準点 R0 に戻るときに、えー、する仕事が、そのえ今いる点 R における位置エネルギーでしたね。えー、ですので、この場合はどうなるかっていうのも考えて、ちょっとやってみてください。えー やってみたい人は一時停止して、えー、考えてみてください、えー。一般的にはこうですよね。で、この場合は、まあ、その対応を考えればいいんですけども、えー、っと基準点はあ先ほど言いましたように、えー、θ が2分の π の状態。 正、まあえー、電荷と不電荷が同じデイにあるような、こういう状態を基準点、まあ、U イコールゼロ、1エネルギーはゼロの状態に選んだわけですけども、えー、そうすると、えー、基準点はですから、えー、2分の π ですね。で、1エネルギーは、あーうん、ですからこれに対応するものは ndθ となるわけですね。うん、で、n は、 アカのモーメント N は -PE sin θ ですから、まあ、この計算をすればいいことになります。マイナス PE っていうのはただの定数ですから前に出て、sin θ の原子関数は -cos θ。で、2分の π を入れると0で、θ を入れると -cos sin θ ですから、マイナス PE sin θ となります。これは何を やったかっていうと、計算した力のモーメントから基準点がこ,のここであることを使って位置エネルギーを求めたわけですね。位置エネルギーっていうのは基準点に戻るときに保存力がする仕事だから、それを計算したと。そうすると、マイナス Pe sinθ になったということです。えーまあ、こうなりますよって言ったけども、これを力のモーメントから出したということですね。 えーまあ、これがあ電気即極子の位置エネルギーとなります。